クラッシュ93プレリミナリーファイトの第1試合です。プレリミナリーファイトは3分3ラウンド引き分けありのルールで行われます。1ラウンド中に3回のダウンでテクニカルノックアウト負けとなる3ノックダウンシステムを採用しています。画面左が鮫島、画面右が秋広です。今両グローブを合わせました。プロデビューの秋広、そしてこちらはクラッシュ初参戦の鮫島博人です。この試合の解説は格闘技ライターの中村匠さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず左ミドルと左のストレート放っていったのが鮫島博人、そしてそれに対してパンチ打ち返していっているのが秋広。パンチの連打に対して鮫島もなんとか応戦していきますが、秋広の圧力すごいですね。そうですね、鮫島選手としてはサウスポーなんで左の攻撃を使ってこう長く距離を取りたい。おっと右のフック画面捉えている鮫島、まあ、ちょっとねお互いまだ距離つかめないまま結構激しく打ち合っててっていう感じですかね。はい、はい、少し距離が空いた秋広、左のハイキックを空振りでそれに対して前に出ていくの秋広です。ムエタイスタイルの鮫島、それに対して極真空手をベースにこのクラッシュルールに適応しているこの今パンチを放っていった青のグローブ秋広です。鮫島右のフックを返していきました。少し離れた距離での戦いになってますね。そうですね、こういった距離になるとあの鮫島選手がパンチが顔面あのうまく距離も使いながらパンチを当てれるタイミングになると思うので、あの秋広選手は序盤の展開みたいにちょっとこう距離を詰めていきたいところですね。はい、両者クラッシュは初参戦です。秋広の方はプロがデビュー戦、赤のグローブの鮫島はプロ2戦目となります。他団体で1勝を挙げている鮫島、右のミドル強い。そうですね、秋広選手もまずはああいった形でまず距離を使っていくといいですね。膝飛び膝見舞っていきました。少し距離が空いている秋広、右のストレート得意と言っている右のストレート打っていきました。鮫島慎重に前に出ていきながら、秋広の方が少し手数が出ているか、右のミドル放っていきます秋広です。第1ラウンド残り1分、前に出ていった鮫島膝、それに対してパンチを返していく、右のストレート捉えた、フック気味にパンチが当たったか、しかしダウンをしてもニヤッと笑った鮫島、その笑顔の意味はどういったものか。一度ダウンを奪われました。ダメージどうでしょうね、中村さん。そうですね、まあでも前出ていきます、立ち上がってすぐね、あ右のストレート顎打ち抜いている。しかし打ち返していく鮫島、アッキロがこのまま倒しきるか。第1ラウンド残り30秒、また右だ、おダウンだ。鮫島の右がフックが当たっていた、両者1回ずつダウンです。さあ残り15秒第1ラウンド、マウスピースが見えました鮫島、残り10秒を切った。左フックに飛び込む秋広、そして右のストレート、そして左のパンチです。第2ラウンドにどうつなげるか、少し距離を取る。第1ラウンド終了です。名古屋さん、両者1回ずつダウン奪いましたね、はい、そうですね、まあ、ちょっとまだねこうキャリアが浅い選手同士らしい試合というか、はいはい、あの結構お互いまあ、ディフェンスよりも、ね、攻撃でこう倒しに行くというような気持ちがすごく出てたあのラウンドで、それで、ね、ダウンを奪い合ったような展開でしたけど、はい、まあ、やっぱり、もう少しこうなんですか、ね、お互いこう距離だったりこう、ディフェンスというところも意識して2ラウンドは進めた方が、お互いこうリスクなく戦えるんじゃないかなと思いますね。さあ第2ラウンドゴングが鳴らされました。そうですね、左ミドル前に出ていく、やっぱお互いの蹴りをどううまく使うかがポイントでしょうね、このラウンド、まあ、この試合は、はい、左のミドルを跳ねていきます鮫島、それに対してパンチ連打で返していく秋広、
ボディにも散らしていきます。鮫島は顔面を中心に狙っていく、左のストレートを打っていきました。近い距離での戦いはどうか。右膝、秋広、ボディに膝を2発食い込ませますが、パンチを返して飛び下、そしてアッパー、そして左ストレート。手数多いですね、両者。そうですね、まあ、そうですね、鮫島選手は今みたいな、ね、あと足が流れました。距離を詰めての連打がありました。秋広選手も逆にこう落ち着いて距離離れた時にはインローだったりミドルだったりキックで行ってるのはいいと思いますよ。こういったところでしっかり距離掴んで、そこから得意のパンチにつなげていけば、飛び膝です、はい、鮫島チャンスはあると思うんで、右のハイキック打っていきました。左の腕を捉えている、うん、もう一発打っていきましたが、それに対して鮫島ワンツーパンチ返していきました。左に打って返す秋広。そうですね、秋広選手はミドルで距離をうまく作って入ってくればこのカウンター。なるほど、はい、右のストレート伸びていった。左のフック振ります、秋広、あーっと秋広のパンチ、右のストレート、鮫島の顔面真正面から捉えました。そうです、鮫島選手は1ラウンドみたいにやっぱ蹴っていった方がパンチも当たるチャンス増えると思うんで、ええ、今はちょっと僕の見てた手では秋広選手がペース取ってるかなって気がします。鮫島は左のミドル得意という話をしています。これですね、やっぱこれでリズムを作っていきたいと思うんで、はい、それに対して秋広一度距離を取ってどういう手を打っていくか、ローキックに対して右のストレート合わせていきました。この右のストレートを得意と話していた青のグローブの秋広です。鮫島はパンチで入っていく、左のストレート捉える、しっかりと視線を相手から反らさず前に詰めていきます。鮫島残り時間1分を切っています。第2ラウンド、左右のフックを振り回しながら前に出てくるアキロ、右のハイに対して右のフック鮫島返していました。さあ1ラウンドに両者1回ずつダウンを奪い合っています。このラウンド残り40秒どうか。少し動きが、しかしここはローキック洗っていったのはアキロ、バックブローを見せていきました。両者どう出るんでしょうね、ここから。そうですね、まあ、一旦こうね、攻防が落ち着いたところだとは思うので、まあ、うん、ハイキックです。やっぱりパンチと蹴りのつながり、うん、ローキック、ちょっと足が流れる回数が増えてきたぞ。パンチの前に出ていく秋広です。鮫島返したいが、ここも秋広右のハイキック、現役高校生右のハイキック打っていきました。第2ラウンド終了です。中村さん、第2ラウンド、はい、どうご覧になりましたか。そうですね、まあお互いこうやっぱりこう近い距離で打ち合う場面というのもあったとは思うんですけども、まあ、その中で、まあ、僕は秋広選手が途中うまくミドルキックとそこからのこうカウンターもつなげて、まあ、やや優勢なところを作った場面があったかなとは思いますね。少し鮫島が打撃当てる回数が減ったようにも見えましたが。そうですね、鮫島選手もやっぱり打っちゃってる時とかにこうチャンスは来るんですけど、なかなかこうちょっとその前のタイミングのちょっと手数がやや少ない、こちらのに比べると減った印象があったので、まあダメージを与えるためにも攻撃をいかに散らしていくかというところが3ラウンド、まあ、ポイントかなと思いますね。さあ第3ラウンドのゴングが鳴らされました。両者1回ずつ第1ラウンドにダウンを奪い合っています。左ハイキックを打っていきました。鮫島、今日がクラッシュ初参戦、それに対して左のフック、打っていったのが秋広、今日がプロデビュー戦、右膝も打っていきました。左フック効きましたかね、中村さん。そうですね、やっぱりこう、まあ、蓄積も多分あると思うんですね、結構1ラウンドから激しくダメージの蓄積が、はい、そうですね、前蹴り打っていった秋広に対してうんうんとうなずいた鮫島、少しガードが下がったところ、秋広のパンチが狙っている、右のハイも顎のあたり捉えていく。鮫島の手数が減ったか、秋広は少し離れた距離でチャンスを伺っているのか、近い距離飛び膝見せようとしましたが、秋広が間合いを詰めてこれを防ぎました。鼻血が出ています鮫島、秋広の顔面も少し赤くなってきています。
第3ラウンドも1分が経過しました。左のミドルバチッといった、このローキック、足流れてますよね、このローキック、 そして、ね、パンチも打っていく。まあ、やっぱりキロ選手の攻撃のやっぱりバリエーションが多い分、それでこうちょっとサムシマ選手は、まあ、前には出てるんですけど、ね、おー、あー、トライだこのラウンド最初の効いてる、効いてる、これはダメージ大きいですね。足がかなりふらついていますが、立ち上がりました、サムシマヒロト。さあ、アキヒロ、このままノックアウト勝利を飾るのか。足が滑りました、これはスリップです。まあ、ちょっとボディだったら効いてますね。あと前切りも効いてる、さらに連打、右のストレート前を振り回した、レフェリーが試合を止めました。 K-1 ジム横浜インフィニティのアキヒロ、現役高校生がプロデビュー戦ノックアウト勝利です。中村さん、試合どう振り返りますか。そうですね、デビュー戦だったんですけども、キロ選手すごくこう、まあ、1ラウンドはねちょっとダウンしたりちょっとバタついたところはありましたけど、2ラウンド3ラウンドは非常にこうバランスの攻撃のバランスがいいところを見せて、最後の5ラウンド出しもね、カウンターの右でしたし、的確でしたね、はい、このパンチ、非常にこうデビュー戦としては内容のいい勝ち方だったんじゃないかなと、まあ、KO ってことも含めて、はい、そんな試合だったと思いますね。これで現役高校生としてデビューしたアキヒロがプロデビュー戦を勝利という形となりました。クラスメートからもこの試合に対していろいろと応援の声、応援のメッセージやメールをもらったという話もしていたアキヒロです。そのクラスメートにもこのノックアウト勝利届いたことでしょう。右の拳を突き上げました、アキヒロ、これから楽しみです。まだ18歳。